岡村さん、まあ、あれに変えてからですね。あれだ、あ、ほんで方法ってかんだ出すしかないもんね、そんな。あ、だよこれカサゴだ。はい、何ですか。違うか、まだいいか。あ、アモいや、でかいネットしてる。いや、そんなでかくないと思う。ちょっとね、ドラコがね、ゆるいの。それがゆるかったかな。ちょっと。じゃあ、俺この間さ、青もんばらしたもんでさ。なんかやったりましたね。ああ、だからね、俺ちょっとでかいのに帰りますわ。ででででで青物かもしれへんもんで、ね、ドラムをちょっと締めるのも怖いし、でもあんまりね、あれだとあれ上がってこないですよ。時間かかっちゃってね。まあいいっすわ。あ、ごめんなさい。ちわさん、ちょっと揚げてもらったらいいかもしれないね。あ、ありがとうございます。こいつ取りましょうよ。とりあえず、ちょっとこっち行っちゃってるもんね。これ青もんか、でかいまだ、あ、マダイだ。マダイだ、でかい。あ、でかいマダイだ。はい、どうも。はい、ありがとうございます。ご苦労様。ご苦労様です。60ぐらい？中村さんのとこ並べたら子供だよ、子供。小学生ぐらいだ。あ、マダイだ。おお。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。50ぐらい。あのね、でもね、時間によって釣れる時と釣れる時あるもんさ。絶対はないじゃんね。全然。この前、アオリのあれが出とったけど、釣れたんですか。え？アオリ。アオリ釣れない。釣れなかったやっぱり。うん。アオリは難しいじゃんね、まだ。っていうか本当はね、もっと釣れてもいいんだけどね、なんかね、伊良湖の方だと釣れてんだけど、岬、話しとったもんね。うん、だけどやっぱ厳しいみたいで、あれ、あ、マダイ3つおるじゃん。あ、そうか、3つか。3つじゃないよ、4つだよ。え、4つ？ 3 つでしょ。ああ、いけすは3つ。ああ、あればらしたもんね。そう、あれもう入れちゃう。あれもあったね。リセスされたらかわいそうだね。嘘、あれでかかったじゃん。違うじゃん、最後のチーズです。最後の。ああ、最後の違う。まあ、まだいこうじゃん。尻尾ぐらいの大きさ。ね、ちっちゃかったね。あれ、頭ぐらいの大きさ。あれは恐ろしくちっちゃかったな。ちょうどいいサイズだこれ。もう卵ないでしょ。もう産んだわかんないし、多分ないと思うけどね。もう産んでると思うんだけどな。あ、じゃあまだ産んでない、まだ産んでない。これからでしょ。これからちょっと味見して産むんでしょ。本当？うん、思うんだよな。ないな。なんかぺっちゃんこっぽいけど。わからない。産んでるかもしれない。ないかもしれない。これな、あ、なるほど。これ本番だ。一番でかかった。一番でかかった。やっぱ持っとるな。すごい。持っとるよね。それがオスってやつ。これオスだね、もう、多分オスだね。これが白子あるかないかだね、問題は。刺しとるかもしれないし。でけえ口。これは魚丸飲みだな。でも、あそこの。これがついたとこはみんなこんな感じだとか言ってたから、やっぱこの群れがおったんだろうね。あそこね。そこでもうちょっとついたかったな、本当に。もうちょっと出てた。あのライントラブルが痛かったな。あれちょうどいい時期だったね。もったいなかったね。あれ時代だったもんね。今考えると。今一番いい時間だった。一番いい時間だった。あの時間をこれは仕掛け直しに使った。そうそうそう。そういう人おるじゃんね、やっぱり。そういう人だもん。サーフだと俺散々言われてました。